それを許します有田芳生君私はただいま可決されました、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党国民の声、立憲、国民、新緑風会、社民、公明党、日本維新の会、沖縄の風および碧水会の各派共同提案による付帯決議案を提出いたします案文を朗読いたします。 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。政府は本法の施行にあたり、次の事項について格段の配慮をすべきである。1、企業の国際取引の増加等に伴い、需要が拡大している外国法サービスや、本法の施行により、我が国でも活性化が期待される国際仲裁および国際調停の担い手となりうる 日本の弁護士その他の法務人材の養成に向けて、人材育成その他の必要な取り組みを行うこと。二、日本法令の外国語訳を迅速に提供するなど、我が国における国際仲裁および国際調停、ひいては国際ビジネスの活性化に向けた環境整備に取り組むこと。三、弁護士外国法事務弁護士共同法人制度について、 本制度を利用した外国法事務弁護士による権限外の業務に対する不当関与等の懸念が示され,る示されていることを踏まえ、本制度の運用状況を注視し、必要に応じてさらなる措置を講ずること。4、弁護士、外国法事務弁護士共同法人制度における外国法事務弁護士が執行できる業務の範囲および、 権限外の業務に対する不当関与の禁止の規定等について企業を含む関係者に対し十分な周知説明を行うこと未議決議する以上でございます何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げますただいま有田君から提出されました不対決議案を議題とし採決を行います本不対決議案に賛成の方の挙手を願います 多数と認めますよって有田君提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしましたただいまの決議に対し森法務大臣から発言を求められておりますのでこの際これを許します森法務大臣ただいま可決されました外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案に 対する付帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと思いますなお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします本日はこれにて散会いたします。